はい、中根尾崎です。今回もね、α-NEX6 で撮影しております。オートフォーカスのレンズが入ったからね、ちょっと自宅で撮るときは α-NEX6 で撮影することになってるんですけども、音がいまいちかもしれませんが、ご勘弁ってくれるんです。ちょっとね、すでにお酒が入って酔っております今回はこれを開封していきます。これね、津山ののりさんからね、送っていただきました。一応ね、ちょっと連絡していただいてるんですけど、内容は詳しく聞いておりません。何が出るかお楽しみということでね、ここから開封していきたいと思います。それでは動画スタート。はい、ちょっと酔っておりますよねもう休みでしか酒飲めないんでね、ご勘弁くださいということで、よいしょよいしょ、イオンクラス、うわー、重たい。はい、どんな感じのものが出てまいりますか。本当にね、おたっきにとってね、新しいカメラ、新しくはないんですけど生命線になっておりますので、本当にね、こういう提供は本当に嬉しいんですね。よいしょ、なんか EOS790 のセレクトボタン緩めてあります。裏返してみてください。 FX もフジカもモルト交換必要だと思います。 C 出るけど忙しくてモルト変える暇がないので、おたきさんに丸投げです。よろしければ使ってみてくださいって。まあモルト交換もね、いつものフェルトでやります。来ましたはい、こんな感じです。いつもね、ネタを投下していただく、津山ののりさん、本当に面白い、ありがとうございます。よいしょ、お、横にもなんか絵が描いてあるぞやるな。お、これはこれらはね、嫁に見つかったら取られますどうやって隠そう。確実に嫁に取られるぞ。んでまた嫁が通るぞと。お、これいいっすね。これはいい。北海タコ船、北海道産タコ、日高昆布使用ってこと。でも愛知県碧南市で製造はしているみたいですが、これいいですね。酒のあてにはちょっとできないですけど、運行ドライブのね、仕事のね、あてにしようと思います。で、早速ちょっとね、小さめのものから開封していきます。これなんだ？レンズはレンズなんですが、あ、ニコンのレンズだな。ん？ニコンのレンズだぞ。うわー、24mm F2.8。AI ニッコールです。AI ニッコール 24mmF2.8。おー、いい感じですね、いい感じ。バリ玉、ほぼバリ玉です。ちょっとだけね、手前にカビ跡がありますがね、これ問題ないと思いますね。大丈夫と思います。ヘリコイドはね、ニコンらしく、やや抜け気味ですけどね、まあ、かもなく不可もなくというレベルで、こんな感じの音になってますね。はい。いや、ニコンのね、24mm 持ってなかったんで、非常にありがたいです。で、これはね、コンパクトカメラ系になるかな。お、フジカ35ですね。実はね、おたきフジカ35持ってるんですけど、レンズの状態が良くないんだな。これバルブはないのか。バルブはないんだな。わかんねえ。わかんねえけど。まあ、パッと見た感じはね、いい状態だと思います。セレンコー電池がどうかですね。多分生きてると、これ。うん、ちょっと絞られるね。で、これ気にすると、うん、全開になる。セレンコー電池は生きているようですね。よ、400にしてみっか。お、生きてますね。セレンコー電池生きてます。ファインダーも非常に美しいですね。目測式のね、カメラになる、目測式になるんですが、
レンズはね、富士の 38mm F2.8、 これまだ持ってるけどね、状態が悪いんで使ってないんで使ってみようと思います。で、ずっしり重たいのが来ました。レンズ付きですね。お、はい、キャノン FX ですね。ついてるレンズが銀枠の 28mm です。銀枠の FD28mm、 初物ですね。あ、ファインダー綺麗。そうだな、ちゃんと出てますね、シャッター。この FX でね、シャッター幕がよれてないのはかなり珍しいかも。これ多分ね、羨ましがる人は多いはずです。はい、使ってみようと思います。 28mm の銀枠は初めて。どんな絵が出るんだろうな、初めてだぞ。キャップもちゃんとついておりますね。いいよ。で、長玉がついておりますが、パッと見 200mm 前後か。100-200 だ。100-200 っていうレンズはね、 AF では持ってたんですが、これめちゃくちゃ状態がいいぞ。 FD100-200F5.6SC っていうレンズですね。完全なバリ玉ですね。まあ、ホコリがあるのはね、ズームレンズなんであれなんですけど、ホコリも少ないね。これ状態も非常にいいです。光沢も素晴らしい。旧 FD ですけどね、この銀のね、なんだっけ忘れた。で、もう一本レンズ来ました。ん？レンズじゃない、カメラだ。レンズと思ってた。ほう、これね、コンパクト系のカメラになりますが、全然コンパクトじゃないですけど、電池は 2CR5 を使用するようです。 2CR5 はちょっと今動くのがないな。おおおお、なんか変わってんだぞ。え、完全に開かないの。どうやってフィルム装填するんだろう。ものすごく不思議な構造です。どうやって封印を装填するんだろうな、これ。そういうことね。はい。ズームカルディア、800Dっていうカメラになりますね。ちょっと電源、電池が今ないんでね、電源が入るかどうかは分からないですが、富士のノレ、オートフォーカスのカメラになりますね。この時代はパノラマ対応のものが多いと思うけど、一応ズームもついてるようです。あ、これか。レンズの開閉か。レンズの長さは 40mm から 80mm ということですね。これね、使ってみようと思いますね。最近オタッキーはね、なんていうんですか、家族旅行とかね、そういう時に結構この手のフィルムカメラでね、カラーで写真撮ってるんですけどね、そういうのも公開していこうと思いますね。で、次がラストになります。重いぞ。来ました。はい、EOS700QD ですね。電池は入ってないようですが、結構重いんだな、これ。 750QD は持ってるんですが、 700QD は初になります。レンズは多分これシグマじゃないかな。よ、シグマですね。シグマの
2870になりますね。切り替えレバー付き。あ、これ悪くないな、このレンズ。なんかシグマ特集でも組むかな。この手のね、シグマの AF ズームは多分ね、現行の EOS にはね、使えないレンズだと思うんですよね。あの、エラーが出るやつなんですけど、まあ、フィルム EOS には問題なく使えるんですけどね。グリップ形状すごい独特だな。700QD と 750QD の差とかもね、比べてみたいと思います。基本的にはね、オート1000、あ、明らかに違うな。オート専門のカメラなんだけど、これピクチャーシンシンセレクトか。シンセレクトがついてるんですね。シンセレクトがついてるみたいです。なるほどね。そういうことか。でも露出補正はついてないみたいなんだな。うん。これちょっと面白いかもしんない。こういうカメラで写真撮ってね。まあ、あの、750QD とか 700QD とか多分ね、あの、値段はあんまりつかないカメラになってくるんですけど、でもね、こういうカメラでしっかりいい写真が撮れたらね、入門してくる方に、いい感じのね、情報をお伝えできると思うんですよね。そんな安いカメラでも、ね、こんないい写真撮れるのみたいな感じの。まあ、以前もやりましたけど、EOS キスでね、全部オートで撮って、どんな写真が撮れるのかっていうのをやりましたけど、そういうの手の動画を作るネタになっていきそうです。ストロボ、一応ストロボオートとオフとあるんだな。まあ、基本的にはもうストロボは全部自動という感じになっていくんですね。蓋を入れて、ダイヤルを入れ替える。どういうこと？書いてあるけどね。セレクトボタンを緩めてあります。裏返してみてください。裏返したらどうなるの？お！おお！こんな、これは画期的。このカメラ面白いですよ。めちゃくちゃ面白い。知らなかった。今動画をね、ご覧の、方でね、EOS 700QD のこと詳しく知ってる多分いない、少ないと思うんですけど、あの、シンセレクトになってましたよね、さっきね。はい。プログラムとマニュアルが使えるようになると。でも、シャッター優先だけなんだな。絞りをコントロールするなんたるかはないんです。キャノンらしいね、シャッター優先を優先するという。うん。まあでも面白いですね。面白いです。このアイデアはなかなか知らなかった。でもね、これ、蓋を緩めてこれを外そうと思ってもなかなか外せないんだな。ひっくり返さなきゃいけないっていうところはミソですね。ひっくり返して、このネジを締めると。そうすると、シンセレクトになると。面白いな、このカメラ。ぜひ使わせてもらおうと思います。ありがとうございます。本当にね、津山ののりさん、もう何回目だろう。いろんなものを送っていただきましたが、今回もね、たくさんの面白いカメラ、状態の良いレンズ、送っていただき、本当にありがとうございます。特に嬉しいのがね、今回一番嬉しいのはやっぱこれですかね。AI ニッコール 24mmF2.8 はい、使わせていただこうと思います。はい、今日の動画こんな感じで、ここからはね、ちょっとトラックに戻ることになると思いますが、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、トラックに戻ってきました。作品投稿のコーナーになりますね。トップバッターはね、これ初投稿かな、タコマルさんの投稿です。はじめまして、タコマルと申します。いつも動画を楽しく拝見しております。
動画から多大な影響を受け、つい先日にニコン F4 をゲットし、早速試写してもニコン F4 やばいな影響されてる人多すぎ、早速試写してまいりましたので初投稿させていただきたいと思います。使用フィルムはイルフォード XP2 スーパー、ロケ地は新潟県の弥彦公園、僕もね弥彦ちょっと行ったことがあるところですね、作品タイトルは光の道でお願いしますということで、作品なんですけどもね、 XP2 スーパーはね比較的柔らかめに出る調子のフィルムなんですが、これは結構ハイコントラストに出ていますね。どうやって撮ったんだろうな、かなりいい調子で映っております。感度400のフィルムなんですけど、流浄感も目立っておらず、露出アンダーとかでもないと思いますね。いい感じで撮れてるな。レンズ何だったんだろうね。タコマルさんありがとうございます。また投稿お願いしますね。次はねカメラオンさんの投稿です。お疲れ様です。カメラオンです。先日のオタッキーさんのハーフカメラの動画を見て、去年の年末に購入し今年の正月に試写したペン S での撮った写真を2枚投稿します。1枚目のタイトル水溜り、2枚目のタイトルスカイツリー、カメラオリンパスペン S、 フィルムカラープラス200、お店で現像データ化、ノートリミングノーレタッチ、ハーフなので2コマを1画面でスキャンされたものですということですね。で、作品なんですけどね、ペン S やっぱいいですね。素晴らしい描写。これハーフには絶対見えないですよね、両方ともね。でね、2枚目の写真が非常にね、いい雰囲気でできてまして、これタイトル画面にさせていただこうと思います。はい、カメラオンさん投稿ありがとうございます。次はキャラブキさんの投稿ですね。こんばんは。先日俺のカメラコーナーで紹介していただいたオーバーホールの後帰還したキャノン F1 のフィルムが帰ってきたので2枚投稿します。人生初モノクロフィルムですけどですね、1枚目、タイトルは覗き穴、カメラキャノン QF1、 レンズ FD50mm F1.4SSC、 フィルム富士アクロス2、2枚目はタイトル読めない店名かっこ笑いということで、カメラレンズは1枚目と同じフィルム、イルフォード HP5+、よろしくお願いしますということでね、1枚目からいきますが、狙いはバッチリ良かったけど、ちょっと解像度低めですね。ピンが甘かったようには見えないんで、もうちょっと絞った方が良かったのかな。で、2枚目なんですが、2枚目の方はしっかり改造しております。手前にね、フェンスがあってね、ちょっとコントラストは低下しておりますが、それは狙い通りという感じですね。これなんて読むんだろうな。そぐほと、わかんねえ。確かに読めない店名だ。キャラウキさん投稿ありがとうございます。次はねガメラさんの投稿ですね。オタッキーさんこんにちは。視聴者の作品投稿します。タイトルトラックターミナル、撮影機材ニコン F4 プラス AF ニコール7200F4、使用フィルムコダックゴールド200、フェディ乗り場にあるトラックターミナルで撮影しました。この後でトレーラーヘッドが迎えに来て慌ただしくヘリに入ってきました。オタッキーさんもこんな感じなのかと思いましたということなんですけどね、作品なんですけどね、これねシャーシってやつですね。トレーラーの引っ張ってる後ろの部分だけ置いてあるんですね。これカラフルでなかなか面白い写真で、ちょっとタイトル画面迷いました。オタッキーはね牽引免許を持ってないんで、これは乗れないんですけどね、フェリーターミナルですか。フェリーターミナルに行ったらね、恐ろしい勢いでトレーラーを運転している運転手さんに、出会うことができます。あの人たちはもう本当にプロなんでね、シャーシって言ってね、その荷台だけ置いていくんですよね。で、それをそのフェリー会社の人がね、何回もつなげてこうとそのフェリーに乗せるという、ね、作業を繰り返すんですけど、本当にものすごい勢いで走りますんでびっくりしますね。はい、ガメラさん投稿ありがとうございます。もう1名ですね。モシダディさんの投稿ですね。これ組写真になります。作品、コーナーに投稿します。タイトル中年オタッキーさんの日常かっこ笑い、機材ミノルタ SRT101、 オートロックゴール 55mmF1.8、 富士カラー100、オタッキーさんの初オフ会に参加させていただいた時の写真で、ちょっとトリミングしてます。やっと現像できました。ミノルタ初代ハイマジックといい、この SRT101 といい、私の腕はともかくとしてとても良いカメラですね。どちらもお気に入りのカメラですということでね、貴重なね私の写真が自分で撮れないで、自分の写真ってあんまりないんですよね。撮っていただきありがとうございます。結構ね、
こんな顔だったのか俺って感じなんですけどね。でね、カメラのね、おまけってことですね。SRT101 の高速シャッター側に、マクソクがついていけてないようで、右側が黒く潰れてしまい、トリミングしていますで1枚投稿されておりますが、これね、どっちかのテンションは狂ってるんだと思いますね。テンション調整でこれ治りますよ。もしダディさんね、テンション調整、もしよかったらやってあげようかなと思いますが、先日リボン切れとかもやったんで、あんまりね、堂々とはこの間リボン切れありましたよね。私服の動画でね。そんなわけでね、今日の投稿、作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日も投稿が混んでるので2名紹介させていただきます。まだまだちょっと紹介しきれないんですけどね、しばらくお待ちくださいってことになっておりますが、夜分失礼します。はじめまして、千秋と申します。俺のカメラのコーナーに投稿お願いします。昨年デジタルカメラを始めました。今年はフィルムカメラを始めようとペンタックス SP を購入してデジカメと一緒に毎日持ち歩いています。仕事の合間や帰り道など今までと違った楽しい発見があり楽しいです。使用機材ペンタックス SP SMC タグマス 28mm F3.5 フード付き、キャノンデミ付属のストラップを単品で購入してつけています。 PS おたっきーさんの動画を見てコニカ 3A が欲しくなってしまい本日届きましたということで、コニカ 3A いいじゃないですか。でね、カメラなんですけどもね、これね、このフード、これどこのフードだろうな。これ純正フードじゃないですよ。非常にね、かっこよくてちょっと気になるフードですね。ペンタックススポットマチック SP のね、ブラックモデル、非常にね、程度がいいカメラになっておりますね。うん、ブラックはね、オタッキーは持ってないんですけど、シルバーは3台持ってます。まあね、結構ね、いい音が出るカメラということでね、楽しく使えるんで、最近使ってないんで、ちょっと使わなきゃいけないな。はい、千秋さんですね。ありがとうございます。で、次がね、スレイヤーさんの投稿ですね。中年オタキさん、こんばんは。スレイヤーと申します。今回、俺のカメラを投稿させていただきます。紹介するカメラは、ニッカ 3F です。このカメラは、マイクロフォーサーズのマウントアダプター遊びが流行ってくる少しくらい前に、ヤフオクで落札したカメラです。年配の方がガラスケースに飾っていたそうで、傷一つない備品で、ニコの 50mmF に通称黒帯と呼ばれるレンズがついていて、今では考えられない安値で、落札できました。本家バルナックライカー値段的には躊躇しましたが、これなら遊べると思い、さらにレンズを増やしていきました。もちろん中心は日本のレンズで、キャノン 50mm1.4 や 85mm1.9、ワイドコムラ 35mm の変わったものも吸い寄せられるように増殖してきました。バルナック型はフィルム装填が面倒、ファインダーが小さいなど不便な部分もありますが、比較的コンパクトなのと、豊富なレンズが魅力です。このカメラとキャノン 85mmF1.9 と、スニステル WX で撮った作例も紹介してください。中身はコダックなのでおたけさんみたいに賢く使いたいところですが、敷居が高いです。販売は今の情勢では厳しそうですが、実現できる日が来たら買いたいですねってことですね。長文失礼しました。応援しています。よろしく。それではということですね。で、作品なんですけど、ちょっとアンダーがきついですが、ニッカ 3F という文字がね、非常にね、目立っております。これもうちょっとトリミングしてもよかったかな。で、2枚目からね、作例なんですけどもね、こうシネスティールってね、こう面白い写りをするフィルムなんですね。感度によって、設定感度によってでも変わってくるんだったっけ。映画調のね、写真が撮れるということで、まあ、作例を3枚ほど紹介していただきましたが、レンズもね、非常に解像度が高く撮れておりますね。はい、スレイヤーさん、ありがとうございます。今日の、こんな感じになっていくのかな。今日の動画はね、ここで終わっていくことになりますね。ちょっと連続して開封動画が続きましたが、まあ、高いカメラ、安いカメラ、いろいろあるんですけどね、カメラは全部楽しいんですね。むしろ高いカメラの方がちょっとビビってね、楽しくなかったりする部分もありますけど、まあ、確かに高いカメラは写りが良かったりするんだな。難しいところではありますが、元オタッキーはね、その、高いカメラを優先して紹介するとか、そういうチャンネルではなくてね、安いカメラでも楽しく写真が撮れるよっていうのもね、趣旨としてやっていっております。でもね、やっぱね、高い機材をね出すとね、視聴率が高くなるんだな。やっぱね、オタッ
オタクの人ね、機材オタクの人がいかに多いかっていうのがわかるところです。ただこれからもね、100円で買ってきたカメラとか、ぶっ壊れてたやつがね、動くようになったカメラとか、そういうのもどんどん紹介していきます。ね、誰でも楽しめるフィルム写真っていうのを目指しております。現状ね、フィルムの値段がどんどん上がっていってるんでね、その誰でも楽しめるっていうところがちょっと難しくなってきましたが、なんとかね、それをね、できるだけ手軽にできる道を、探しつつ動画を作っていこうと思っていますので、また、チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はこんな感じで、字幕付きチャンネルの方もね、説明欄の方からね、リンクで飛んでいただいて別チャンネルになりますので、チャンネル登録の方、今日ご協力よろしくお願いします。あと、高評価、コメントの方もね、どんどんお待ちしておりますので、またよろしくお願いします。はい、今日の動画はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。